はい、吉祥寺の花屋花心のさゆりさです。本日のゲスト、はい、こちらの花心さんでフラワーデザインの教室をやらせていただいております佐藤千佳と申します。はい、よろしくお願いいたします。はい、では早速、第1回ハーバリウム王決定戦が開催いたします。イエーイ。はい、4人の作家さんの作品が出揃ったんですけれども、はい、この動画ではあの作家さんの作品を紹介していくとともに皆さんのお気に入りの作家を見つけていただければと思っております。まあ、動画でもねどんどん紹介していくんですけれども、紹介しきれなかった部分はインスタグラムでも紹介していけますので、概要欄からチェックお願いいたします。はい、で早速ルールの方を説明していきたいと思います。間違えちゃうといけないのでカンペ読みます。まずルール1、インスタグラムのいいねや動画のコメントで10ポイント、そして実際にお店に来て、投票していただいたら20ポイント、そして商品を購入していただいたら50ポイントとなります。この合計ポイントでハーバリウムを決定していきますので、よろしくお願いします。投票期間は、4月の15日までとなりますので、気軽にねコメントとかあとインスタグラムを見ていいねの方よろしくお願いいたします。で商品の購入も一応この動画だったりだとかインスタグラムに、商品番号もつけておきますので、そちらの方で下の概要欄からお問い合わせフォームも貼っておきますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。佐藤さん、ちょっと意気込みの方、はい、よろしくお願いします。意気込みと言われましても、はい、私先日こちらの花心さんの YouTube を見て、はい、初めてこの企画を知りました。はい、はい、だそうですそうなんです、はい、でそういう目的で作ったものではなかったんですけれども、はい、まあ一本一本オリジナルのスパイスを入れた感じに心を込めて作ってる一点物ですので、はい、皆さんどうかよろしくお願いします。お願いいたします。じゃあね、細かく、作家さんの作品を紹介していきますので、よろしくお願いします。はい、ではまず佐藤さんの作品から紹介していきたいと思います。佐藤さんのエントリーナンバー1番の作品はこちらです。どうぞ佐藤さん。はい、こちらの作品はですね、長い方のボトル 200ml の六角形のボトルで作りました。でちょっとブルーで爽やかなイメージを出したかったので、ブルーのアジサイと下の方に白いアジサイを入れてあります。でそれだけだとちょっと長瓶だと特にぼやけてしまうので、ポイントに濃いブルーのマイクロローズを2輪入れてます。でこのポイントはですね、バラの花は意外と下に沈みやすいんですけれども、うまく霞の枝の間に差し込むような形で下に沈まないように留めてあります。はい、じゃあ2番目いきます。はい、エントリーナンバー2、はい、こちらは 150ml の角瓶で作ってあります。でこちらも爽やかなイメージなんですけれども、先ほどのに比べたら作り方は簡単です。ブルーのアジサイと白のラメのついたかすみ草を層のようになるように入れてあります。なのでこちらは初心者向きなんですけれども、透明感が出るととても綺麗なので、特にアジサイはオイルが染み込むと透明感が増してくるので、ご購入されるのもおすすめな割と人気の商品です。はい、じゃあエントリーナンバー3番、こちらも 150ml の角瓶で作ってあるんですけれども、ピンク色のかすみ草と、あとこちらのバラはですねドライなんですね。で、このドライもやっぱりプリザーブとまた違った雰囲気、ナチュラル感が出てきますので、またちょっと雰囲気が違うので、ナチュラル感のお好きな方にはおすすめの作品です。味があっていいですね。はい、ありがとうございます。はい、エントリーナンバー4番、はいはい、こちらも 150ml 角瓶です。でこちらはですね、グリーンのルスカスにオレンジのドライにしたものを小さく切って、そこに止まるような形で乗せてあります。このオレンジも沈みやすいのでうまく止めるのに苦労される方も多いんですけれども、しっかり止めていただければオイルを入れてもこの状態が保つことができます。はい、じゃあエントリーナンバー5番、
はい、こちらは 200ml 塩水型ですね。でこちらの商品はですね、紫色のアジサイとピンクのアジサイで、下の方に重みをつけて、上の方は割と透け感を残すように作りました。でこのピンク色の実物なんですけれども、ペッパーベリーといいまして、これはとても浮きやすい花材なんですね。空気をたくさん含んでいるものほど浮きやすいので、こちらは逆に沈まないではなく浮かないようにかすみ草で留めてあります。なるほど。はい、じゃあ6番。はい、こちらはですね、オレンジとグリーン、最初オレンジとゴールドだけで作ったんですけれども、ごめんなさい、こちらも 150ml の各瓶ですね。でオレンジとゴールドだけだとちょっと寂しかったので、後からポイントにグリーンのアジサイを入れました。でこのオレンジのものも割と浮きやすかったので、アジサイはオイルもたくさん含んでくれるので、アジサイでちょっと浮きを防ぐように入れてあります。はい、ありがとうございます。はい、では次の作品の、紹介に移りたいと思います。はい、続いてはあやはさんの作品を紹介していきたいと思います。こちらエントリーナンバー1番青の小瓶のやつですね。この見えますかね、蝶々オーガンジーなんですけれども、こうやってちょっと揺らしてあげると、この蝶々が瞬いて見えます。そして、この天然石が入ってます。で天然石が入ってると、このライトの台で光を当てた時にすごい反射していろんな方向に出るので、すごい柔らかい光になってすごいいいんですよね。で佐藤さんどうですか、あやはさんの作品。天然石が入るとずっと豪華に見えますよね。でこのオーガンジーの蝶々も春らしくてすごく可愛らしい作品だと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ次ナンバー2番いきたいと思います。このピンクの作品になります。もうね、いきなり近づけちゃいましょう、ね、ピンクも全ての商品オーガンジーと、天然石入っております。こうやって結構下に留めるの難しいですよね、ハーバリウム。そうですね、入れるのは簡単なんですけども、はい、思うような向きにするのは難しいですね。はい、一応これなんか結構正面作ってある、はい、結構ラウンドとか正面とか作って、はい、いろんなタイプありますけど、はい、あやはさんの作品は結構正面を作ってるみたいですね。はい、エントリーナンバー3番、もういきなりガラッと雰囲気が変わって、はい、その代わりオーガンジーのすごい目立ってますね、この蝶々。かっこいい感じの作品になってます。いやー、もうほんとオーガンジー入れたり、もう水晶入れたり、ほんとあざといですよね、あやはさん。いやもうね、こうやって何人の男性を騙してきたのか、騙してどういうこともうあざとくね、攻めてる感じで大丈夫ですかねはい、多分後で大丈夫だと思います、はい、エントリーナンバー4番、赤と黄色の霞が入ってる作品になりますね。でね、本当にあざといのは、この水晶の中に1個だけ石違うのとか入れてるんですよ。全部そうなんですけど、1個2個入れてる。多分本人に聞くと、多分石の意味合いとかもあると思うんですよ、色の。そういうところまで計算してるっていうところが、もうね、あざと可愛いところでもありますね。はい、じゃあエントリーナンバー5番、こちらピンクと緑の作品になりますね。ほんと綺麗に留めてますね。どうですか佐藤さん。本当に枝の使い方がとっても上手で、それらをその枝に上手に引っ掛けてると思います。はい、ありがとうございます。はい、これであやはさんの作品は以上になります。はい、次は花心代表さえぐさ、僕の作品になります。イエーイはい、まず僕も本当に大中小3つのやつを作ったんですけど、エントリーナンバー1番はこのピンク、そしてゴールドの霞っていう感じで、もうシンプルに作りました。まあ、金額の方もね、僕の作品ちょっと安くしときますんで、欲しい方はぜひよろしくお願いします。ハーバリウム王に俺はなるはい、エントリーナンバー2番、青ですね。青と黒の霞で作った、すごいシンプルだけれどもかっこいい作品作りました。これ色飛んでないですかね、大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、了解ですね。
こうね、バラもね1個の向きじゃなくてこういろんな方向に見させてラウンド型で作ってます。どうですか佐藤さん、僕の作品は。ちょっと気になったのがこれなんですか、はい、これこれ葉っぱ、これあ葉っぱ、あ、そうなんですね。いやすごくね、あのラインも綺麗に出てますし、はい、ポイントポイントに花が入ってますし、はい、透け感も出てますし、とっても素敵だと思います。はい、褒められました、こちらの作品、僕いくらにしようかな、2500円くらいにしとこうかな、みんなよりもちょっと500円くらい安くしとこうかな。はいはい、ナンバー3の作品になります。こちらは紫 と、銀の霞草で作りました、このアジサイがね、細かくいろんなところに飛んでて、でポイントポイントでねやっぱりバラいろんな向きに入れてみました。はい、そんな感じで僕の作品紹介は簡単でいいですかね。はい、じゃあ次の作品行ってみます。はい、4人目の作家さんの作品を紹介していきます。4人目の作家さんは、河合さん、日本花文化推進機構代表で、参加してくれてます。今カメラマンやってます。はい、はい、エントリーナンバー1番の作品はこんな感じ。河合さん、なんかそうで、これはちょっと瓶の形が電球っぽい面白い形してて、はい、僕結構他の作品後で説明するんですけれども、正面決めて作っちゃう癖があるので、なんか全部の方向から見ても綺麗に見えるようにっていうのを意識して作ってみました。あとはちょっと色付けというかアクセントに、まあ、ドライのオレンジを使ってみました。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあエントリーナンバー2、こちらの作品になります。もうしなくていいね。ですね、でこれなんですけど、本当はもう一本ありまして、テーマがこれあって、まあ、春夏秋冬をハーバリウムでイメージして、本当はピンク桜をイメージした春があったんですけど、これ夏ですね。でこれさっき言った通り正面が決まっちゃってまして、まあ、バラの向きがもう正面なんですけれども、はい、まあ、なんかこれはちょっと、まあ、マイクロローズなんですけれども、まあ、ちょっとひまわりを個人的に意識して作りました。で、まあ、夏のちょっとその暖かい感じで黄色でちょっと統一というか、使う色を絞ってみました。はい、はい、ありがとうございます。ちなみに今売れたと言ってたんですけど、ハーバリウム王決定戦は今日から開催ですのでポイントには入りません。はい、はい、ナンバー3、はい、ナンバー3、はい、これその、まあ、春夏秋冬のシリーズで、これ秋にあたるものですね。で、まあ、ちょっと、まあ、下に、まあ、その春は、まあ、ピンクの紫陽花で、夏が黄色の紫陽花だったんで、それが散ったような感じでちょっと下に、混ぜて沈めてみました。で、まあ、一番上の方には、まあ、なんかちょっと落ち着いた色の、まあ、薄い、まあ、ライトグリーンの、まあ、マイクロローズをちょっと、まあ、これから落ちていくかなっていう感じで置いてみました。はい、はい、佐藤さんからもどうでしょう、教え子の作品は。そうですね、河合さんはのフラワーアレンジもとっても繊細に几帳面に作られる方なんですけれども、ハーバリウムもとってもデザインを考えて、しかも春夏秋冬っていうテーマを決めて作られているのと、あと枝の生かし方とか花材の配置もとってもいいと思います。お勉強の成果が十分出てると思います。ありがとうございます。また来月もお願いします。はい、まあ、ちょっと一つ残念なのは、僕がそのテーマを聞いてなかったから、なんか冬秋夏っていうところでね紹介っていうのが残念ですけど。はい、はい、次は夏ですかね。逆、これが冬ですね。これが冬。で、この順番がね、ちょっと何言ってるんだろうって思ってたんですけど、はい、でこれが、はい、まあ、その冬にあたるものなんですけれども、まあ、冬、まあ、実際青っていうのはちょっと寒空を意識して、あとまあちょっと夜、まあ、夜空が透き通って見えるなっていうのがちょっとあって、まあ、これに関しては花ではなく、まあ、夜空をイメージして作りました。そんなところで、あと、まあ、強いてこだわっているところといえば、結構まあ三枝さんの作品とかだといろんなラインが出てるものが多いんですけど、僕なるべくラインを一本に集中させたいっていうか、同じところからなんか上に登っていくようなイメージで作ってるので、まあ、必ずしもそうじゃないんですけども、ちょっとつながって見えるようなまとまりがあるように作るっていうのをちょっと意識して作ってます。はい、はい、
あ、じゃあ順番通りに夏、一応なってます。春がなくて、そうなんですよね、夏、秋、冬、はい、あ、初めて聞いたこんな感じです。はい、ということで、4名の、作家さんの作品が出揃いましたが、どうですかね。そうですね、好みの問題もありますのでね、はい、いろいろと見比べていただいて、一番いいなと思うのに投票していただいたり、ご購入いただければ嬉しいなと思います。はい、最初でも言ったんですけれども、インスタグラムの方に、全ての商品載せておきますので、概要欄の方から、ぜひ見てみてください。でね、このハーバリウム王になると、何があるかっていう、その特典をちょっと言っていきたいと思います。まず優勝者にはもう第1回ハーバリウム王という称号を与えますあとちょっと賞状みたいのも作れたらちょっと作りたいと思うのと、あと王冠もね、ぜひね、ドン・キホーテとかでね、買ってきて、で、あと、商品、優勝商品として、ハーバリウムオイル2リットルをプレゼントしたいと思っております。で、あとはもう、ちょっと商品並べる順番、お店でもやっぱり見やすい位置、見にくい位置っていうのがありますので、ぜひね、優勝者、まあ、ちょっと順位が高かった順にちょっと見やすい位置にしていこうと思いますので、今後の、そのハーバリウムをね、第2回第3回ってやっていきますので、それに有利になってくるかと思います。そして、第2回第3回ってやっていくときに、ハーバリウム作家さんを募集しております。あ、電話がちょっと待って噂をすれば綾葉から着信があるんですけど、ちょっと1回切っておきます。はい、どこまで言いましたっけ。まあ、順位順に見やすい位置にいて、はい、4月5月の第2回第3回に向けて作家さん募集のところまで、はい、作家さん募集しておりますので、皆さんの参加お待ちしております。きっと河合さんがね、うまく編集してくれると思うんではい、では今日はこれくらいで OK ですかね。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思いましたらグッドボタン、そして、この続きが気になる、私も参加してみたいわ、お気に入りの作家さん見つけたいわという方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。でもなんか、はい、ハーバリウム買ったら結構大きなポイント入るじゃないですか。そうですよ、50ポイントですよね。なんか金額安いってなんか不正じゃないですか。いや作戦ですよ、作戦ずるいですよそれ。だって変な話、だってうちで作ったからね、手数料とかも取られないし、まあ、でもなんか釈然として足並み揃えてみんな、なんか安くして売ろうとしてる感がすごいあるんだけど、ちょっと否めないこれこうやってライトに当てるとすごい綺麗に出ますので、第2回第3回はこのライトを景品にしたいと思いますので、優勝商品なので皆さんの参加お待ちしております。はい、そんな感じで。さすがが上手ですね。いや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 